九州新幹線さくらの一番列車がすれ違う時、奇跡が起こる。そんな噂が全ての始まりだった。母ちゃん、10月分の月謝袋。ああ、ごめん、忘れてた。父ちゃんどうしてる？好きな人とかできてへんやろな。大丈夫、しっかり見張っといてや。そのために龍之介は福岡に連れて行ったんやからな。半年じゃろ、今頃恋しくなってるが、お母さんが。すれ違うな。どこ行くの？半年ぶりやな、わかるかな。アホか、半年でそんな変わらへんわ。言葉は転がり続け。実は先生も父さんがおらんかったと。いつでも相談に来い。家族でも会わなきゃ忘れちゃうよ。もしかしてもう流行ってるのけ？大丈夫や、そっとしとけ。父ちゃんはもう大事じゃない。そのうちわかるようになるよ。そのうちって、きつやね。子供たちの純粋な思いが周りの大人たちを少しずつ幸せにしていく。会いたくないの？龍之介、父ちゃんに似てるから、好きちゃうのかなと思ってな。また大阪で家族4人一緒に暮らせると思ったから。